柳井正様の財団の海外奨学金とはというところ行ってみたいと思います。あなたの学びはやがて社会に帰るというのが、ホームページのトップに出てくるんですけど、皆さんもご存知、ユニクロというブランドをこうフラグシップとしている会社の経営者である柳井正さんが、ユニクロとはこう全く別に個人的に財団を作られて、作っている、財団の払ってている奨学金でございます。で、意図として、もうこの書いてある通り、これが本当に凝縮されてるかなと思うんですが、なんかこう、まあ、あれだけ成功されて、まあ、日本の誇る経営者の方が、やっぱりこう、20代というか若い方、高校生、これから大学生になる方に、こう、学びの機会を、その奨学金付与を通じて提供することによって、それが社会に帰っていくっていうことを期待されて作られた奨学金かなと思います。まあね、そうじゃなくてもね、我々、それぞれ生まれ持ったり、こう、努力して獲得したもの、資質を使って社会の役に立とうっていうのは、こう、自分にとっても喜びがあることだなとは思うんですけど、やっぱこの奨学金を通じて、こう、さらに、たくさんの学びや経験を得て、こうより強力に社会に還元できる人になってほしいという、こう思いを込めて作られたもののようでございます。で、支給内容がものすごく手厚くて、私ども TCK ワークショップには多種多様な生徒がいるんですけど、こうすごくアプライする時の条件が比較的出しやすいと言いますか、その合格するかどうかもちろんすごく厳しい競争があるんですけど、まあ、多くの奨学金は例えば日本の高校にいなきゃいけないとか、いろいろな制限があるのが比較的リニアントだっていうところが特徴です。支給内容ですね、と指定された大学リストというのがございまして、泣く子も黙る世界のそうそうたるアメリカとイギリスの泣く子も黙るような有名な素晴らしい学校たちの、まあ、指定校リストの中の大学に合格すれば、その大学に必要な費用、授業料、寮費、保険料を4年間、まあ、イギリスは3年間なので、こう出しますという条件で、全部って思うんですけど、いや割と全部で、アメリカだったら9万5千ドルまでってか使い切らんし、イギリスだったら6万5千ポンドまでを上限として出してくれて、で、正直2023年時点ではこれを超えるのって私の知識ではないと思ってます。もう授業料も出るし、あとなんかちょっとこう、なんか研究費というか教科書を買ったりするためのこう お手当みたいなものも毎年出るし、今住んでるところからその留学先ですね、アメリカ、イギリスの留学先に往復するチケットも1回出してくれたりして、で、そうか、その一定の金額を超えるこうすごく高い保険料などは対象外で、あとこれ留学あるあるなんですけど、長期休暇が長いんですね、夏休みとかが大学長い時にその間の寮費とかは出ませんね。インターンシップとか研究のポジションとかを獲得して自分で住む場所を何とかしてねということなんですが、すごく手厚いです。ほぼほぼつまりこう、この柳井正様の海外奨学金の奨学生になれた暁には、正直ご家族やその学生の方本人のアウトポケットの負担はもう ないに等しいと思います、大学に行ってる間。なので、まあ、日本の大学と日本ではない海外の大学を比べた時に感じる費用差ですね、費用がこんなに違うから、ちょっと海外の大学よりも日本の大学に行こうかなっていうのが ほぼ考えなくてよくなるというところがあります。なんか中に出てきた募集人員なんですけど、毎年、まあ、40名程度というふうに募集要項には書いてあるのに、実際何を買ってると、まあ、多分20人ずつだと思います。2回アプライできて、1回目は、秋ですよね、これからインタビューする方、秋の枠に出願してるはずなんですけど、まあ、要するに大学に合格する前に、まだ大学には合格してないけど、これから自分はこういう大学、リストに載ってる大学に出願するつもりで、受かったら支援してくれっていうわけでございます。で、なんで受かってもいないのに出すのって話になるんですけど、これはなんですごいかっていうと、奨学金を持った状態で出願すると大学自体にも有利に働くと私は少なくとも考えています。やっぱりこう、大学側もその完全に学費が払えるっていう状態の方は、大学側が奨学金を出さなくても来てくれるので、まあ、嬉しいですよね、嬉しいですし、まあ、加えてその、まあ柳井正様の財団、まだ、ね、なんか そんなこう何十年も存在している奨学金ではないんですけど、やっぱりこう全額出してもいいって誰かが太鼓判を押したような方だってことで目に留まりやすいと思います。なので、
全額の奨学金持ってるよっていう状態でアプライするっていうことを叶えるのが予約型です。ただもちろん大学に合格しなかったら、奨学金に受かってたとしても取り消しになっちゃうので、結構そこは必死になる、必死になっていいかなと思います。でもう一つはですね、大学に受かってるんだけど、もうすでにこう指定校の大学に合格した状態で、奨学金を獲得するために受けるっていうやつで、今年ですね、私予約型と合格型一人ずつ生徒が合格していて、これはこれで、なんていうんですかね、大学受かったけどこのままじゃ学費払えないんですよみたいな、どうすんのみたいな、いやもう受けるしかないっすよみたいな、明るいみたいな、なんかこうマジでみたいな、まあ受からなかったらそれまでなんでみたいな、こうそういう、まあでもなんかそれを怖いというか、まあそういうまま、それをこう楽しんでいきましょうという感じなので、まあ一概にどっちがいいっていう、トレードオフがありますよね。予約型は、大学受験をしながら奨学金の対策をするので、まあ時間を取らなきゃいけない。まあその時間があったら大学の出願に、かけられるのにって思うという、その時間のダウンサイドはあるんですけど、アップサイドは合格自体に有利に働く。大学の受験自体に日本語有利に働きます。で、合格型の、アップサイドはそうですね、受かるまではその奨学金を受けるかどうか考えなくていい。本当になんかっていうアップサイドが、出すまでは大学受験のことだけ考えられてアップサイドがある一方で、ダウンサイドは受かったとって奨学金が取れないとそのいけないので、後ろのこうちょっとこう計画というかを考えなきゃいけない。いずれにせよ、やっぱその私予約型、計画的に対策できて、時間をうまく配分できるなら、予約型を出していいんじゃないかなって個人的に私は思っております。応募資格です。こう9つ全部は言わないんですけど、一番大事なのは将来ですね、グローバルな知見を持って自分の選んだ分野のリーダーとなって日本社会だっけ、日本社会や世界の発展に貢献しうる資質を持っているぞと自分で思える、自分で持ちたい、持っているぞと思える人だっていうのが第一条件です。でそれさえクリアしてれば、ね、日本国籍を持ってるっていうことと、国内外どこでもいいので高校の先生がこの人確かにうちの高校ですって言って高校生だし、おすすめって言ってくれるっていうことと、あと一部英語の条件があるのと、まれにですけど9番ですね、ご家庭が2401万円以上稼いでしまっているとちょっと対象外なんですが、ちょっとなかなか2401万円以上の所得の友達が私はいるんだろうかっていう、ちょっとさておき、はい、というわけで、国籍があって高校に在籍していれば、英語がある程度で、正直 この英語力なかったらそもそも大学の出願自体ちょっと危ないっていうラインなので、あ、そうか、SAT とかが高いですね。まず成績が高い方っていう条件であれば出し得るので、なんて言うんですかね、海外の、例えば今日の方もそうなんですけど、海外のインターン、海外の現地校に行ってるぞとか、なんて言うんですか、こう、多様性といいますか、こう、サードカルチャーキッズの気持ちをよく分かってくれているというか、ところがあるかなというふうに思います。という、こんな条件でございます。